2021年の12月31日もうラスト今日1日ですけど、伊勢神宮の外宮へお参りに来ました。さあ行ってみましょう。この外宮がこちらに遷宮されてから9年ですから、あと11年後ですか、11年後に今度はこちらへ移ります。その敷地です。ここがそれまでこうやってずっと静かに待ってるわけです。なんか神々しい敷地ですね、こうやって見ると。2022年1月元旦、明けましておめでとうございます。私伊勢神宮内宮の伊勢津川に架かる宇治橋のたもとへたどり着きましたよ。すごい人です。思えば僕今年でね79歳です。虎の威を借りる羊で79年やってきたけど、もう少しこの虎の威を借りて前進もうかなと思ってます。この鳥羽の海ね、50年前ここでねヤマハの音楽祭、大きな音楽祭を初めて僕ここでやったんです。あれからもう50年も経つね。鳥羽の海は全く変わってない。変わったのは人間の気持ちだけだよね。まあいいや、今年も頑張るよ。